今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それではいきましょう。魂のリラックス、略してトマリラオブラさん、はい、今日もですねアースハーモニーからお届けさせていただいてるんですけども、はい、あのちょっと私が今ね、はい、あまり大きい声出したら一人だけ寝ている方がいましてね、起こしちゃいけないと思ってちょっと抑えめにしたんですけど動くっていうね、ちょっと笑ってしまいましたけど、でもやっぱり寝てますね。寝てますね、よかった、うん、お邪魔にならなくてよかったですね。もうアースハーモニー恒例ですけども、はい、私たちはですねラジオでは分かりにくいと思いますが、うさとを、はい、来ておりまして、ええ、大村さんのね、ええ、このなんすかベストですけど、ええ、白のねベストなんだけども、ええ、後ろにフードもついていて、フードの始まりのですね、フードの始まり3号目ぐらいまでこう白い可愛いボタンがついてるんですけど、富士山みたい、富士山これ可愛いですね。大村さんに着させてしまうにはもったいないぐらいの、もったいないぐらいの、ええ、なんかアイドル系の子が来たらどんだけ可愛いかっていう、そうですかって今着てますよ。はい、いい、このままじゃあ着て帰ろうかな、うん、これだから結構いいものですもんね、だって、ね、いやで結構すると思いますよ、これすると。ここのあの右ポケットの後ろ側にウサギちゃんのウサトのマークや、ね、ウサトのね、これでウサトを表してるんですね。かわいい、うーやからかで私はね、はい、うん、私はこれ青というのかな、青の間に中にブツブツがいっぱい、ブツブツってちょっともうちょっと言い方ありますよね。な、オリがオリオリオリ、ね、オレン、はい、オリ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 、あ、なんかそういう歌ありましたね何やったっけそれ、オリオリオリオやりやりやりや、何してる、出会った時をそう見ない、これ何ですかこれ、これ何、バブルガムブラザーズ、あ、そうそうそう、バブルガムブラザーズや、タイトルオリオリオリオ、何でしたっけ、やりやりやですか流行りましたねこれね、それはいいんです、それはいいんです、このウサトのオリがね、オリオリ、あ、青い生地の中にこう茶色生地の細かなね、まあ織ですよね、模様が入ってまして、入ってて、これうん、いいですね、いい貴重品ですか、貴重品ですか、名人がおった、それをこっちが、それをバブルガムブラザーズと言っちゃダメですよこれ、オリオリオリオじゃないです、名人じゃないですか、あ、いやだから食べてほしい、白い方は名人じゃなくてこちらのうちさんが着てるのが名人が、よくあのありますよね、ジュエリー大賞みたいので、女優さんがこう総額何億円の宝石をつけてますみたいな、ちょっと気分になりました。そうか、これは織物大賞の人がこれ急になんかチャチい感じになりましたけど、織物大賞って仮装大、あ、仮装大賞は神父じゃないですよ別に、これだから絶対に喋りながらよだれとかを垂らしちゃいけないですよね、ダメですね、これダメって言われると人って怖いですね、一番いかんやつですよ、はい、うん、今まで一回もないですけど、この収録の時だけ鼻血とか出ちゃったりして、ね、出ちゃったりしてね怖いんですよこれ、絶対ダメですよっていうのは人間のね、あの動作を狂わせますからね、うん、いや本当にダメです、ね、ダメです、ね、ダメです、ダメです、はい、いや、それはまあいいんですけど、今も8月の半ばに来ました、もう12日ですから、うん、もうお盆さんですよ、お盆さんってお盆こぼんさんみたいになってますよお盆さんです、ええ、お盆こぼんさんって言うと分かんないですよみんなね、いや、もう私たちはもちろん分かりますよ、もう大御所も大御所ですもんね、大御所も大御所ですよね、名前でも冷静に考えたら結構ダサいですね、お盆とこぼん、いや、ダサくはないですね、奇抜ですよ、奇抜です、奇抜な名前ですね、うん、奇抜だね、お盆とかはあの私が小学校中学校の時には、うん、あんまりそんなお盆お盆言ってなかった気するんですけど、それ大人じゃなかったからですからね、そうじゃないですか、昔からお盆お盆言ってたと思いますよ、そんなお盆お盆言ってました、お盆お盆言ってると思いますよだからお盆お盆になったらもうあの海入ったらあかんよとか、あ、そう言ってましたか、ね、言ってましたね、でお盆で帰省するって、だから正月とお盆だけ帰省は多分昔の人らはしてたので、あの交通渋滞は多分今よりも多分人口の割合に比べたらもっと激しかったんじゃないですか、ありました、ええ、昔からお盆休みありました、いや、お盆会社にはお盆休みありました、ありました、ありました、
なんかここ数年の感覚で言うと、年末年始よりもお盆休みの方が結構ドンと取る人がいるなっていう感じなんですけど、それは多分年末年始は、はい、あれですよ、全体的な休みが短いからじゃないですか、はい、あ、もと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 年末年始の休暇じゃないですか。そうです、そうです、あの暮れから始まって、はいはいはい、新年明けてちょっと、まあ、3日ぐらいまで、学校も全て、はい、だけど、うん、あの夏休みっていうものがあって、そこの中にお盆があるから、あの夏休みの休暇をちょっとお盆を挟んで、あ、なるほどね、とかお盆をあえてお盆じゃなくて、お盆の休暇とされるものをお盆以外の8月の末に取るとか。大村さんやばいです、俺もお盆っていう言葉がだんだんハマってきました、はい、もう大村さんがお盆って言うためにちょっとおかしさが込み上げていて何それ分かんないですけど、ええ、もうお盆の話、お盆の話もう大丈夫ですか、もう自分で振っといて、いっぱいいっぱいですね、もう複数盆に帰らずやね。あ、それで、はい、あの大村さんが前々回はね、名古屋からお届けしたんです、はい、私たちね、ええ、でその時にはもちろん2人は名古屋にいたわけですけど、はい、そこから大村さんなかなか関東に帰ってこなかったですよね。帰らなかったよ、あの、あの2週間ぐらいだからずっといなかったんじゃないですか。ずっといなかったです、2週間ぐらいいなかったです、東京に。名古屋に何日もいましたよね。でも名古屋何日もいて、はい、名古屋に行く前に、はい、あの沖縄と与論通りに沖縄、与論、沖縄みたいな感じだったんですよ。沖縄、与論、沖縄沖縄サンドイッチしたんですか。沖縄サンドイッチです、違う与論サンドイッチですね。与論サンドイッチ、与論サンドイッチです、ね、与論さん、与論さん与論サンドイッチの後のあの名古屋ですね。名古屋に来て、そこで私は落ち合いました、ちょっとだけ。はい、で名古屋行って、私は帰りました、帰りました、はい、あの名古屋会う前に、はい、名古屋に泊まって、その次、はい、西尾市っていうのがあって、はいはいはい、で行って名古屋に戻ってきて、ま、戻ってきて、だから名古屋の西のサンドイッチね西尾サンドイッチ西尾、名古屋、西尾、名古屋、西尾、名古屋あんまり重要な問題ちゃうからいや、そうですよ、それで名古屋にちょっといてから、でから次長崎、そうです行ったんですよ。でその長崎は、はい、まあ、ここのラジオでも何度もお話ししてますけど、はいはい、またまたあそこ行ってきましたよね、アンデルセンね、4次元パーラーアンデルセン、もうすごい、相変わらず面白かったな。だからもう大村さんは何回も言ってるのに、はい、ええ、毎度そんなねテンションで面白かったって言えるわけですから。面白かったですよ、やっぱり。前回は大村さんがこう絵を描く人に選ばれて、全く同じ絵をそのね、オーナーさんというかシェフじゃない、ええ、何でしたっけ、マスターが、描いてくれて、その紙も持ってきてくれて、ええ、一緒に驚きましたけど、はい、今回はもう何人ぐらいで行ったんですか。今回僕らは15人で行ったんですね。15人で、ええ、はい、もうそのツアーだってもうすぐ埋まっちゃうわけですよね。もうそのままいっぱいでしたね、すぐね、素晴らしい。それでそこに行きました、ええ、はい、で今回もやっぱりそうやって、ええ、マスターがいろんなことやってくれる、まあ、いろんなことやってくれるわけですけど、まあ、この前の話でちょっと何どんなことをマスターがやったかっていうのを話したかは、はい、もう忘れちゃってるんですけど、あ、前回ね、前回いいです、いいです、重複しちゃってたら言います、ごめんなさいですけど、お盆ですって言います、お盆ですって言いますじゃあお盆ですって言われたら話を展開するってことね。違う話、はいはい、そうです。それでね、どんなことをしたかっていうと、はい、この前もやったんですけど、はい、やっぱりこれどうなってんねやろなっていうふうに思ったものがありましてね、はい、それはお客さん、まあ、僕たちですよね、はいはいはい、お客さんの中で、うん、じゃあ1万円札出せる人って言われるんですよ。それ言ってないですよ、言ってないです、言ってないです、はい、で1000札とか1万円札とかお札みんな出したがるんですよ、はあ、それ出したらこう最後なんかサインとかして帰ってきたりとかして、それ財布に入れてたら良さそうな気がするから、うん、はいはいはい、でみんなこうわーって出して、まあ、1万円をある人が出しまして、ほう、でその1万円札を使って、じゃあちょっと今からやりますと、ほう、でとりあえずそのお札の番号、長い十何桁の番号あるじゃないですか、はいはい、あれを、まあ、念のためにこう紙に書いておいてくださいと。あれも1個だけですもんね、1個だけです、はい、世界に1つだけの札ですよね書いて、はいね、それ でそのお札を4つ折り8つ折りぐらいか、8つ折りぐらいぐらいにこうちっちゃくこれぐらいにしまして、それで生卵を用意しまして、それ で生卵 の置いたコップかなんかの下に置いたんかな、1万円札八つ折りにし た世界に一つだけの札を置いて、その上に卵生卵を置い置いてそれでちょっとなんかあれなんか布かなんかかけたんかな、はい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 、ピッてやったら
お札がないんですよ。もうでも一瞬ですよね。一瞬一瞬です、一瞬です。もうお札どこ行ったってなりますよね、うんうん、でもこの辺から出てくるって言うんやったらなんか、まあ、頭の上から ねありそうな気もしますけど、はいはい、マスターはその卵を割った。まさかですよね。そうやって割れるってことはだから割れてないってことですよね。割れてないです、割れてないんですよ、うんうんうん、それでもうカンってやって日々入れて、はい、でもうよくあるこうやってパコッと割りますよね。じゃあ、はい、まあ最初白身がトロンって出て、はい、で、まあ、黄身がポコって落ちますよね、はい、そこの中にお札が入ってるんですよ。いや、なんでなんでしょうね。一体どういうことでしょうこれは。いや答えはないですよね。でもそれで、まあ、そのドロドロのその白身の中からお札をこう引っ張り上げてきまして、でティッシュでちょっと拭いたりとか。卵まみれです。卵まみれですよ、はい、黄身は割れてないので白身まみれ、白身まみれなんですよ、はいはい、でもうベトベトじゃないか。ああ そうですね、それをこう拭いて、はい、でそこのあるお札の番号を読み上げていくと、もともとここに書いてた番号と同じなんですよ。なだってありえないですもんね。ですよね。なんか他のものやったら、うん、同じもの作れますけど、うん、世界で一つだけの札ですから。それそうですよ。でしょ、正解にですもんね。そうですよ。それがその卵になるわけですよ。でもそれ世界にがすごい近くでやってるわけですよね。はい。何を笑ってる。目の前ですよ。目の前ですよ、ね、目の前ですよ。いや、なんでもう本当にわからないです、ね、本当にわかんないです。どうなってるんかなあれ。なんか そのなんですか、卵が出てきた時点で、うん、まあ、きっと卵に入るんだろうなっていうのも分かるじゃないですか、ええ、だから見てる側もさあいつ入れるのかにやっぱりちょっと意地悪な見方すると、ええ、なると思うんですけど、その布をかけたのも一瞬だったとすると、ええ、もう無理ですよね。無理ですよ。不思議。あの布かけたかどうやったかちょっとごめんなさい、ちょっと忘れたんですけど見てたんですよね。でも見てましたよ。見てたけどあれ忘れちゃったけど、あ、そうです。あの、ま、とにかく入ってるんですよ。まあ無理ですもん。だってそのお札に限らず、その割れてない卵の中に何か物を入れるということ自体が無理ですよね。無理ですよね。でもかなりべちょべちょになってましたよ。一万円札は。それなんかほらね、出したらサインでも書いてくれてもらえるかなと思って出した人も、まさか卵まぎれにまみれに なはい、なって帰ってくるとは思ってないから。それでその人も卵、その札卵になってんので、はい、もうあのマスターが1万円札自分の出してサインして、あ、返してくれました。あ、いや、そりゃそうですよね。その卵どうなんの、お札どうなんのかなと思ってんねんけど今ね。なんか俺一瞬だから、そのお札がまた卵に入るんかな、入るんかなって今思ったんですけど、でもそしたら番号が、番号は違いますよね。もともとの番号はその時来たお客さんのお札ですから。そうですよね。どうなってんの。どの高さの音なんですかね。すごい、やっぱ見たいですね、本当に。見たいでしょ、はい、それ1個だけですけど、他にももう何十個とやるわけですね。もう時間にしたら2時間半から3時間そんなやってんですか。もうずっと立って見てますから腰痛がりますよ。マスターも大変ですね。でもねマスターもずっと立ってますからね。まだちょいありますから、時間もう1個ぐらいいけますよ、小村さん。あ、本当ですか。いや、あとはね、はい、あの、ま、これまた任意の誰かが当たるわけですよ、はい、当たって、はい、で あなた当たりましたねっていうことになるんですよ、はいはいはい、分かりました、はい、で前の5人ぐらいの人に言って、はい、その人に電卓渡すんですよ。ほう。で電卓渡して、であなた、5桁の数字を入れてください、うん、はいはいはい、はい、でだからランダムですよね。それ、はい、1、10、100、1000、万、はい、万の桁の数字を何でもいいから、何でもいいから、何でもいいから、何でもいいから入れるわけですよ、はいはい、でその次の人はそれにマイナスを押して、はい、4桁の数字をマイナスするんですよ。それも何でもですね。何でもです、はいはい、で次の人またマイナスを押して、はい、3桁の数字を押すんですよ、はあはあ、でその次の人が、2桁の数字 、うん、を押すんですよ。押す。で全部で計算しました、はい、ってなったら、なんぼ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 って出ますやんか。出ますね。これが一番最初に当たってた人の生年月日。えその人生年月日言ってるんですか。言ってない言ってない言ってない
言ってなくて、この5人は何のこっちゃも分かってません。そうですね、で思いつくままに、思いつくままで自分の言われた桁の数字を引いていきました。最後に出てきた数字がその人の生年月日。なんかもうほぐしていく意図がないですね。わけ分かれへんでしょ、はい、その人で生年月日言ってなかったら合わせようもないですね。ないでしょ、ないですか。すごいマスターやばいですね。マスターやばいですよ本当。それその時マスタードヤ顔してんですか。いやもう平然と、平然としてる。はい、何月何日って言って、ああそうです、いやでもですよそ, れそれ誰ですかそれ。それはもう他の観客驚いた。うわなんでみたいな。あと他もう一個言うとして短く言ってください、まあ、短く、あじゃあここで一回締めますか。大村さんが先週の反省をしてるんですか。反省をして、あそうですか、いや全然短いのだったらいけたと思いますけど、ね、そうなんですか、いくらでもまあうまいこと切ろうと思って切りますけど、切りますか。でもここで一回締めた方が伸び伸びと喋れますよ ね, ますよねじゃあそうしましょうか、はい、今見事にいいぐらいの時間になりましたけど、はいはい、これちなみにその4次元パーラーアンデルセンというのは、はい、私たちが例えば急に長崎でしたっけ、はい、長崎に行っていきなりは入れないんですよね。ご予約を頂戴しておりますマスターですかマスターじゃないですよねマスターじゃないですけど、それは例えば大村さんの旅行会社に、ええ、もちろんツアーで行けば行けますけど、ええええ本当に行きたいってなったらその4次元パーラーアンデルセンに電話をするんです。あ直接自分で電話をして、で予約を取ってあとは自分で勝手に行く。いいですよ大丈夫ですよって言われたらその日に行けばいい。別にだからその日の15人で定員ってわけじゃないですよね。わけじゃない30ちょいが定員ですね。いやこれあのこのラジオの中で何回かお話ししてるので多分、はい、本当に行きたいっていう人いると思うんですよね。思いますよ。ほんで芸能人の方もいっぱい来てるんですよね。行ってますこれはでもなんかツアーで行った方が大村さんはいいかもしれないですけど、ええ、でもまあ、ちなみに次またツアーでアンデルセン行く、また行くと思います。あ行きます、ええ、ちょっと本当にどっかで俺行きたいですでしょ。行きたい、うん、それ撮影禁止ですもんね。撮影禁止です。もうそのもう、うん、そのなんていうのショーをやってない時でも、はい、撮影禁止。お店の中の写真もう見たことないですよね。あじゃあダメなんですね、うん、多分ダメだと思います。わかりました。じゃあぜひちょっと、はい機会を見つけてね、はい、行かせていただきたいと思います。今週は大村さん見事に時間を気にして、はいはい、お見事なタイミングで締めに回っていただきますということで今週はこんな感じでまた来週元気にお会いしたいと思います。お会いはいつもの私宇都雄一と大村慎吾でした。それでは皆さんまた来週さよなら